米英戦争の大西洋戦線はアメリカ合衆国とイギリスが戦った米英戦争の中でアメリカの東海岸と大西洋を戦場とした一連の戦闘である海軍力では戦力的に劣っていたアメリカ海軍ではあったが海戦当初は優位に立っていたヨーロッパから増援を派遣したイギリス軍によって次第に劣勢となり首都のワシントン DC やボルティモアが攻撃されたが 最終的にイギリス軍に占領された地域はわずかなまま終戦を迎えた。イギリスは世界でも最高の海軍力を誇ってきており、1805年のトラファルガーの海戦でフランス、スペインの連合艦隊に対する歴史的勝利によってその力が確かめられていた。1812年時点でイギリス海軍はアメリカ付近の海域に85隻の艦船を派遣していた。 これに対し、アメリカ海軍はまだ20年ほどの歴史しかなく、フリゲートを主力とした艦隊で、収益艦も22隻に過ぎなかったが、アメリカのフリゲートの多くは、イギリスのものよりも大型で強力だった。当時のイギリスのフリゲートは18ポンド砲を主体に38門を装備していたのに対し、アメリカのコンスティチューション、プレジデント、ユナイテッドステーツの方は44門であり、 死体も24ポンド砲であった。これらに対抗して、イギリスでも60門装備のフリーゲート、リアンダーやニューカーソルの建造を進めていた。イギリスの戦略は、ハリファックスとカナダを行き来する商船の保護と、アメリカの貿易を制限するために、主要なアメリカの港を封鎖することだった。アメリカは、海軍力で劣っていたので、賞金目当ての捕獲であるとか、条件の良い時のみに、 イギリス海軍艦船を襲うなど、奇襲をかけては逃げる戦術をとって、混乱を誘った。イギリスのフリゲート、ゲリエールを攻撃する、コンスティチューション。アメリカ海軍の戦術は初期に成功を収めた。戦線布告の数日後には二つの小戦隊が、出撃した。一つは、ジョン・ロジャース大将式のフリゲート、プレジデントと、スループ、ホーネットの戦隊。 もう一つは、スティーブン・ディケーター艦長式のフリゲート、ユナイテッド・ステイツと、コングレス及びブリック、アーガスの船体であった。さらに、アイザック・ハル艦長式のフリゲート、コンスティチューションが7月12日にチェサピーク湾を出港した。7月17日、イギリスの船体が追跡を開始したが、コンスティチューションは2日後に、それを振り切った。コンスティチューションは、ボストンに立ち寄って、 水を補給した後、8月19日に、イギリスのフリーゲート、ゲリエールと交戦に及んだ。35分間の戦いの後、ゲリエールは、マストを打ち倒され捕獲された上で焼却された。春は、意義ある、勝利の知らせをもって、ボストンに帰還した。10月25日、リケーター艦長式のフリーゲート、ユナイテッドステイツは、イギリスのフリーゲート、マセドニアンを捕獲し、 港に栄光した。この月の終わり、コンスティチューションは、ウィリアム・ベインブリッジ艦長の指揮で南に向かい、12月29日、ブラジルのバイア州沖で、イギリスのフリーゲート、ジャバと遭遇した。3時間に及ぶ、交戦の後、ジャバは降伏し、航行不能と判断された後に焼却処分となった。激戦にもかかわらず、 コンスティチューションのダメージはわずかで、オールドアイアンサイズという別名を得た。1813年1月、デイビッド・ポーター艦長式のアメリカのフリーゲート、エセックスは、イギリスの海運を妨害する目的で、太平洋に乗り入れた。イギリスの捕鯨船は、他国船だ方免許状を所持しており、アメリカの捕鯨船を打破して、捕鯨産業を壊滅に追い込んでいた。エセックスはこれに挑戦し、 イギリスに莫大な被害を与えたが、1814年3月28日に、チリのバルパライソー沖で、イギリスのフリゲート、フィービとスループ、チェラブによって捕獲された。このエゼックスの場合を除いて、アメリカ海軍は、艦船の大きさや砲の数の多さという利点を持っていた。とはいえ、アメリカのスループやブリックも、同じような強さのイギリス艦船に勝利を収めることがあった。 アメリカ艦には経験を積みよく訓練された志願の乗組員がいたのに対し行動範囲が広がりきったイギリス海軍の最強部隊は他の地域で作戦中でありまた北アメリカ海域の部隊は向上的な任務に貼り付けられて訓練や演習を行うことができなかった3隻のフリゲートの捕獲に衝撃を受けたイギリス海軍は北アメリカ海域の増強に動いた多くの艦が アメリカ沿岸に派遣され、海上封鎖を強めた。1813年6月1日、ボストン港沖で、ジェームズ・ローレンス艦長式のアメリカ海軍のフリーゲート、チェサピークが、イギリスのサー・フィリップ・ブローク艦長式のフリーゲート、シャノンに捕獲された。ローレンスは、瀕死の重傷を負ったが、船を諦めるなという有名な言葉を叫んだ。 アメリカの港に対する封鎖が強化され、商船や軍艦は港に国付けになった。アメリカのフリーゲート、ユナイテッド・ステーツとマセドニアンは終戦までコネチカット州ニューロンドンで封鎖され、継戦されたままだった。ヨーロッパやアジアを拠点として活動を続ける商船もあった。ニューイングランドの商船は、1813年にアメリカ派遣艦隊の司令官サージョン・ボーレズ。 ウォーレン帝督の免許を得て貿易を行うことができた。これはスペインで従軍中のウェイリントン軍にアメリカの物資を運ぶこととニューイングランドの反戦活動を維持させるためでもあった。初戦の損失に懲りたイギリス海軍本部はアメリカの3隻の重フリゲートとは戦列艦を要しているか、あるいは戦隊を組んでいる場合以外は交戦してはならないという方針を打ち出した。 その一つの例が1815年1月のエンディミオン、マジェスティック、ポモーン及びテネドーの4隻のフリゲートからなるイギリス戦隊によるアメリカのフリゲート、プレジデントの捕獲である。この戦法の活用と海上封鎖によってイギリス海軍は陸軍をアメリカ海岸に輸送することが可能になり、1814年のワシントン焼き打ちとして知られる首都ワシントン DC の 攻撃が可能になった。アメリカの死略戦は活発に活動した。海軍に所属するものもあったが、多くは独自の利益のために動いていた。その活動は終戦まで続き、イギリス海軍による厳重な護送戦団方式による警戒のみが部分的な効果を発揮した。アメリカの死略戦活動の大胆不的なものの一つは、海軍のスループ、アーガスによるイギリス本国海域でのものだった。 アーガスは最終的に1813年8月14日にウェールズのセントデイビッド岬沖でイギリス海軍のブリック、ペリカンに捕獲された。アメリカ海軍と試略船に捕獲された船舶は1554隻に及んだがそのうち1300隻は試略船によるものだった。もっともロイズ保険組合によれば戦争中にアメリカに打破されたイギリス船は1175隻で しかもそのうち373隻はイギリス側に再捕獲されたので、賞味の喪失は802隻となっている。イギリス海軍の基地であるノバスコシアのハリファックスは、海上封鎖を管轄し、それによって大きな利益も得ていた。イギリスの市略船はここを基地として、多くのフランスやアメリカの船を捕まえ、その捕獲品をハリファックスで売り払っていた。 この戦争はイギリスが死略戦を使った最後の時と考えられている。というのも、このような行為は政治的に不適切であると見なされるようになり、イギリス海軍の優越性を保つ際に価値を失っていったからである。戦争が始まった時点では、イギリス海軍はアメリカ合衆国のすべての海岸線を封鎖することはできず、またアメリカの死略戦の取り締まりにも追われていた。 イギリス政府は、スペインの前線にある陸軍部隊のために、アメリカ産の食料を必要としており、ニューイングランド市民の貿易の継続を望む意思と利害が一致したため、ニューイングランドの港は当初封鎖されていなかった。デラウェアガートチェサピーク湾は、1812年12月26日になって封鎖を宣言された。1813年11月には、 コネチカット州奈良ンセットの南まで封鎖範囲が拡大され、さらに1814年5月31日には全海岸が対象となった。この間、アメリカの貿易業者とイギリスの海軍士官の間で捕獲を偽装した不法な攻撃が行われていた。アメリカの船は中立国の国旗を掲げて偽装した。最終的にはアメリカ合衆国政府が不法な攻撃を止める。 命令を発することになった。これは国の商業に新たな歪みをもたらしただけだった。イギリスは圧倒的な海軍力を使ってチェサピーク湾を支配し多くの選挙や港を破壊して回った。さらにバミューダの造船所に基地を置く海上封鎖艦隊の指揮官はアメリカの奴隷たちの逃亡を奨励するよう指示を受けていた。多くの黒人奴隷が家族とともに イギリス側に逃げ、チェサピーク湾のタンジール島を占拠していた、イギリス海兵隊第三植民地大隊に入隊した。バミューダの根拠地では、女性や子供を含む多くの逃亡奴隷が解放され、仕事を与えられた。海兵隊の植民地中隊がいくつも編成され、防衛に当たった。これら解放奴隷は、大西洋戦線で、イギリスのために戦い、 ワシントン DC 攻撃やルイジアナ侵攻にも参戦した。多くのものが後に、イギリス領西インド諸島の連帯に再登録され、また1816年8月には、トリニダード島で700名の元海兵隊員が、土地の所有許可を与えられた。これらの人々は、その所属していた中隊ごとに集落を作ったと、報告されている。他にも多くの解放奴隷が既存の西インド諸島。 全体あるいは新設のイギリス陸軍部隊に直接入隊したニューブランズウィックのイギリス植民地による調査の結果メインがイギリス軍の重要な攻略対象とされたニューブランズウィックとメインの境界は独立戦争後もまだ確立されておらずメインを勝ち取ればニューブランズウィックにとっての大きな領土拡張となりさらにセントジョン側やハリファックス街道を経て ロワー,ーカナダとの速やかな連絡が可能となるはずだった。この境界問題は、米英戦争では決着せず、1820年にメイン州が州として昇格した時、アルーストック戦争と呼ばれる新たな紛争が起こった。ニューブランズウィックとメインの境界は1842年に、ウェブスターアッシュ条約が締結されるまで解決しなかった。1814年9月、サージョン・コープ・シャーブルックが、 イギリス軍を率いてメイン東部に侵入しカスティーネ、ハムデン、番号を呼びマシアスの町を占領した。この地域のアメリカ人はイギリスに対する忠誠を誓うかその地を去るかの選択を迫られた。大多数の住民は国王への忠誠を誓い武器の所持も許された。この地域は終戦時に両軍が占拠していた領域のうち唯一の大きなもので、 頑丈約でアメリカ合衆国に返還された。しかしイギリスは1815年4月までメインから退去せず、撤退時にはメイン占領期に徴収した税金として残っていた多額の金を持ち去った。この金はカスティーネ基金と呼ばれ、ノバスコシア州ハリファックス市のダルハウジー大学の設立に使われた。ワシントン焼キウチチェサピーク案は、 アメリカ合衆国の首都にも近く戦略的な位置にあったので、イギリス軍の主要な目標となった。1813年の3月から、ジョージ・コック・バーン少賞式の艦隊が湾を封鎖し、湾岸に沿ったノーフォークから、ハーブ・ド・グレースに至る町々を砲撃した。7月4日、独立戦争の海軍の英雄ジョシュ・ア・バーニーが、海軍当局を説得して、湾を守るために、20隻の橋気からなる。 チェサピークワン戦隊を作ることになった。この部隊は1814年4月に浸水し、直ちにパタクセント川で活動を始め、イギリス海軍の妨害に効果を上げたものの、ワシントン焼き討ちに至るイギリスの作戦を阻止するほどの力はなかった。イギリス海軍のコックバーン少将と陸軍のロバートロス将軍に率いられた。 遠征隊の攻撃は1814年8月19日から29日にかけて行われた。この年の6月からガンで急戦交渉が始まっていたが、この作戦はイギリス側が方針を降下させたことの結果であった。この作戦の過程でアメリカ派遣艦隊の司令官がウォーレン帝徳からアレクサンダー・コクラン帝徳に変わった。彼は増援部隊を引き連れており、それにより、 自国に有利な講話にアメリカを追い込むよう指示を受けていた。カナダのサー・ジョージ・プレボスト総督はバミューダにいる帝徳に手紙を送り、アメリカ軍が行ったヨー区の焼き討ちに対する報復を求めた。まさにその頃、戦列艦、ロイヤル・オーク、3隻のフリゲート、3隻のスループ及び、その他10隻の艦船からなる、イギリス艦隊に乗船したロス将軍式の2500名の 部隊がバミューダに到着した。半島戦争で勝利を収めた彼らは、そこから解放された後、メリーランドやバージニアの海岸で、陽動攻撃を行うことになっていたが、プレボストの要請に応え、すでに、チェサピーク湾にいる海軍や陸軍の部隊と共同して、ワシントン DC を襲撃することになった。8月24日、陸軍長官、ジョン・アームストロングは、 イギリス軍が明らかに首都へ向かっているにもかかわらず、ワシントンではなくボルティモアを攻撃するだろうと主張した。首都を守るためにメリーランド州ブラーデンスバーグに集結したアメリカ民兵は経験に乏しくブラーデンスバーグの戦いで壊滅し、ワシントンへの道を開けてしまった。ドリー・マディソンがホワイトハウスの貴重品を退避させ、ジェームズ・マディソン大統領はバージニアへ逃亡した。 イギリス軍の指揮官たちは大統領のために用意された夕食を平らげた後大統領官邸に火をかけた。アメリカ側の指揮はかつてないほど低下した。イギリスはこの行動をアメリカがカナダで行った破壊活動に対する報復と見ていた。その夜遅く、竜巻を伴う激しい嵐がワシントン DC を襲い、市内に 大きな被害をもたらしたが、車軸を流すような雨で、焼き打ちの火災は沈下した。海軍施設は、感染や物資の捕獲を防ぐため、当局の指示で焼かれた。イギリス軍は、嵐が止むと、直ちに首都を離れた。大統領官邸や、財務省など、首都の公共建物を破壊した後、イギリス陸軍は次に、ボルティモアの占領に向かった。 ボルティモアはアメリカの死略戦の重要基地となる繁栄した港であった。ボルティモアの戦いはイギリス軍のノースポイント上陸で始まったが、ロス将軍はアメリカの前哨基地において戦死した。イギリス軍は9月13日に海からボルティモアを攻撃したが、ボルティモア港の入り口にあるマクヘンリートリデを落とすことができなかった。フォートマクヘンリーの戦いは戦いと呼べるものではなかった。 イギリスの艦砲は、アメリカの大砲より射程が長かったので、砦の方の射程外から攻撃し、それに対して、砦は反撃することができなかった。イギリス軍は、陸軍と共同作戦を計画していたが、距離が離れすぎていて連携できず、結局攻撃を諦めて撤退した。夜間の攻撃の間ボルティモアの明かりはすべて消されていた。艦砲射撃は25時間続いた。 マク・ヘンリー・砦に着弾する炸裂弾の光だけが唯一の明かりだったが、その光の中、国旗が砦の上に翻り続けるのが見えた。この砦の守りに感激したアメリカの弁護士、フランシス・スコット・キーが詩を作り、それが後にアメリカ合衆国の国家、成条旗の歌詞に採用された。ありがとうございます。